まあ、こんにちは。面倒くさいを下げているともっと面倒くさいことになる、まあそんな例がね世の中に散見されてますけども、例えばねバナナを買った際に、まあ野菜全般なんですけど、バナナを買った際にこのバーコードがついてるわけなんですよね。ペットボトルにもバーコードついてるでしょ。今度見ていただきたいんですけども、バーコードが果物の場合5桁とかで印字されてるものがあるんですよ。まあバナナとか分かりやすいんですけどね。で、5桁で先頭が8で始まるバーコード、ナンバリングの8で始まるものっていうのは遺伝子組み換えらしいんですよね。で、5で始まるのが、なんかこう、殺虫剤を使ってませんよみたいなサインだったと思うんですけどね。なんかそういうのをめんどくさいけども覚えて選別することによって、後々のめんどくささを避けることができるということらしいんですよ。でも、そんなんいちいち見て買ってらんねえよっていう人は、目先の価格とか商品のツヤとかに気を取られて、もしかしたら、手をつけちゃいけないものを手をつけちゃってる可能性もあるみたいですよね。で、まあ言ってみればお金を稼ぐこともめんどくさいわけなんですけども、めんどくさいを避けているといつまでたってもお金の問題が解決せずに、お金に苦しめられてもっとめんどくさいことになるんですけども、お金の問題を攻略していくとか、 YouTube のコンスタントなアップロードが癖になってしまった場合はね、もう YouTube を作ることにめんどくささを感じないんで、まあ、お金を稼ぐ面倒くささからも同時に解放されていくってことになるのかなと思うんですけどね。だから面倒くさいを避けてなんか楽になるのはその時だけで、全体的に見たらものすごくね、置き去りにした面倒くささっていうのがツケをつけて襲ってくるんじゃないかなと思いますよね。いらっしゃい。